こんにちは、アルクアキです。今日は前回に続いて3万セットの割り出しやってきます。こいつこう威嚇してくるね。これはなんていう、これはね、フォルスター清谷。へえ。まあ、他の足に比べて赤みがそんなに弱いけど、でもお腹の方はちょっと赤いかな。これ角の感じ見るとノコギリクワガタなのかな。うん、ノコギリっぽいんだけど、うん、これはね、二股っていう種類、二股クワガタっていう種類。顎の形状がすごいでしょ。すごいですね。かっこいいですね、こういうクワガタ。この下からも突起が出てたりとか、こう上にも突起があったりとか、この反り具合がかっこいいですね、うん、ね。ここちょっと気が荒いんだよね。やっぱすぐ噛んできたり威嚇してきたりするんだよね。これはもうイベントで一目惚れして買ってきました。かっこいいですね、うん、これどうしても飼育したくてね、うん、でもなんか幼虫、取れるのかなって、まあ、俺あのクロムシってあのホウペイとか、うん、タイワンオクワガタとか、うん、ああいう虫はあのもう長年飼育してるから、うん、あ、じゃあ今回は初で、初初、もう一目で気に入って買った。じゃあまだ中割ってもうゼロっていう可能性もある。あるあるある。あ、だけどだよ、こいつね、うん、実はねダメだっぽいやつを3卵取ったら、うん、実はこれね幼虫になってんだよね。俺絶対あの自分の経験から言うと、うんうん、ダメだかなと思ったんだけど、うん、この間ねふと思い立って、ほら幼虫になってたんだよ。ほらほら、これはどっかな、あんな卵が孵化するんだと思ったら、うん、やっぱダメっぽい卵だって言ってもやっぱちょっと取っとかなきゃダメかなと思って、うん、そう、ほんでダメかもと思って一応こう産卵僕取ってたんだよね、うん、でもまあそのダメタにしても卵があったから、うん、一応肝を越えてほじってんだよね、うん、で一緒に入れといたこの水苔、うん、まあこれに加湿したやつなんだけど、もうこうやって詰めてさ、うん、これこういう状態ってすごいいい状態で、これ水苔をで蓋してんだよね、メスが。ああ自分で穴開けて卵を産んで水苔でこうやって蓋すの。へえ、これ自分でやってる、ね、そうそう、幼虫あのメスが勝手にやるのすごいよね、うん。あ、いたいた、幼虫3頭いる、ちゃんと。よかったよかった。この初フォルスター初飼育でこんなに取れたらね、もう3匹だけでも全然もう3匹でも嬉しいよね、うん、もう本当にゼロでもおかしくないっていう初なんでね。そう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 。これ今回割って今回はこれをバッチリ割って、もう結構立っているから幼虫になってると思うんだよね。あれこのところかじってんだけどいないね。ちょっと悔しいよね、それね。まあ、さっきちょっと十分って言っちゃったけど。
これダメだね、これね。いなさそうですね。いなさそうだね。やっぱこっち、こっちが本命だから、これ。こっちをわざわざ後にしたのはそういうことだ。うん、さあ、こっちにいるか。俺の友達こうやってパッてやったら、この刺したところに幼虫がいて、うん、一串刺しちゃって、うんうん、で、あー刺しちゃったよって言って、で、まあまあでも産んでると思うからいいかって言ったら、それ一頭だったんだよね。あやっぱフォル、これが結構やっぱちょっと慎重にやらないと。そうそうそう、これだけはね、うん、やっぱ見落としちゃう場合もあるよね。うん、あとこのだいたいこういう風に削ってあったら、うん、どの辺に産んでるとかそういう予想立てながらさ、うん、予想しながらやんないと、まあ意外なところに産んでる時もあるけどね、うん、ないけど、あ、卵、お卵だ、見えるかな、ほら、見える、これ黄色いの、ちょっと、あー、なるほど、わかるでしょ、ここにね、うんうん、この丸いやつで、ね、うん、そうそうそう、それが卵、木くずがあって、その先に卵あるでしょ、うんうんうん、木くずこうやって、親がさメスがさ、うん、こうやって、あ、開けるんだ、そうそうそう、開けて詰めるんだ、そう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 、へえ、おお、思ったより大きいですね、でも卵も、卵も、うん、ちょっとこれ膨れてるからね、うんうん、あの水分吸って膨れて、うん、で孵化す直前になってもうちょっと大きくなるから、へえ、あーいいね、一応追加、あーよかったよかった、そうですね、これなかったらもう動画になんないそしたらあの他の動画と一緒にしとくから、そうですね木をめくる動画ってことになったんで木をめくる動画ね、やっぱでも卵ってことは、あ、入った、卵また来た、しょう、意外と孵化してるのはまだあんまりなかったのかな、ねえ、なんか俺もうちょっと結構ほっといたから、これ、うん、幼虫が出てくる予定だったんだけどね、こっち幼虫になってたから前取った卵は、うん、か、もうほんとその後に産んだのかもしれないね、うんうんうん、そうだね、前回の後にね、うん、やっぱ成虫がかっこいいんで、早く成虫になってると思いたいですよね、そうなんだよ、だからオスをさ、サナギとか幼虫とか見たいんだよね、うんうん、やっぱ買ったやつとかもかっこいいんですけど、やっぱ自分がね卵から一から育てて育てるさね、うん、やっぱかっこいいよね、それもやっぱクワガタ飼育の醍醐味だよね、うん、で、すごいね、そこからやっぱすごいかっこいいね、そうそう、形の生まれるとね、うん、同じ種類でもやっぱこう違いとかってやっぱあったりとか、こう、うんうん、質がいい、そうそう、ある同じ種でも、うん、それをね、ずっとやっぱ長年ホーペーやって、うん、かっこいい個体、かっこよくない個体って、もう昔はホーペーのワイルドがどっかの店に入ったとか、うん、どっか入荷したっていうと、もういても立ってもいられないから、うん、性格的に、だからもうすぐあとも飛んでって、うん、でもういっぱい買って、うん、
で何匹も死ぬ。ホーペだけで一時期1500頭ぐらい幼虫いたからね。あ、そうなの。うん。で、そっから生まれたやつから選別して、うん、あとまあ飼育員とかも買ったりして、そいつらと今度掛け合わせてみたりしてやってたんだけど、だけど今はまあそこまで幼虫は多くないけど、うん、でもまあやれるもんならやりたいよね、うん、もうライフワークとして。ほら、あれ違うな、卵あるんじゃないの。あ、卵ないや。あとここか、ここ1,2,3,4かじってる。さあ、そこにいるからね。いると思うんだけどな。あれ、あ、1個はダメだね。あ、どうしてもこう早く見たいっていう気持ちが、うんうん先走っちゃってこうつい力が入っちゃうね、うん、あんなちっちゃい卵ね。そうそうそう、ここでね潰しちゃったらもう全く意味なくなっちゃうから、うん、あ、あれあれあれ、ここなんか卵あったっぽいけど落ちちゃったのかな。落ちちゃったかな。あれ、ここもなんかかじって、あれ、あれ、あら、今何個。今6個ね。あ、6個。おお、あぶね。ダメだね。これは違うからね。うん、まあでも初めてのね。まあ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 、うん。ゼロじゃなかったから。そうですね。まあこれもゼロもあり得ますもんね。そう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 。まあ今回6個。うん、6個、まあまあこれもしかしたらここに卵とか落ちてるかもしれないから、うん、ちょっととりあえず木だけ取ってちょっと探してみよう。ちょっと待ってよ。本当1ミリ、2ミリぐらいのものを探さないといけない。そう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 。あった。お。あれ？違うか。あったあった。卵かな？卵だと思うよこれ。あ、幼虫かこれ。これ見てみて。これは、あ、この黄色いやつか。そうそう。見えるかな。
これは卵かな、幼虫かな。あ、卵混ざった。卵っぽいっすよね。卵っぽい。そうっすね。ほら、これこういうさ、なんか茶色っぽい、茶色っぽいんだよ、こうやって。だから俺、ダメな卵なのかなと思って。なんか、ホーペとかやってると、うん、こういう茶色っぽくなっちゃった卵って孵化率悪くて、うん、だけどこういうふうに、ああダメだなと思って取ってたやつが全部孵化してるってことは、やっぱりあるかもしれない。そうだね、ワンちゃん、うん、水苔にくっついてるから、うん、これで今回幼虫はいなかったですね。うん、幼虫なかったね。俺もっと食根が出ててさ、うん、あの産卵木にいる幼虫っていうのを、お届けできればなと思ったんだけど、うん、やっぱこういうところにね落ちてんだよね、うん、この木くずもちょっと一回保管しといて、でまた幼虫が出てくるかどうか一応見てみようか。卵ってやっぱ見落としが多いんだよね。うん、着地小さいだ。あった卵、ほら増えてきたぞ。これで9個。これはバッチリな卵だね。どんだけ落としてんだよって感じだけど、ないかな、もうないな。まあでも初めての個体で、そう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 、よかったよ、こんだけ取れて。幼虫も3匹いるから、これも2例になったら、うん、また禁止瓶にぶち込んじゃう、うん、そうですね。またその禁止瓶にね、入れる動画とかも、ね、そうそうそう。俺多分ね、あの初めての種でも数がいれば、うん、あの見比べることができれば、うん、二例幼虫でオスメス分かるから、うん、だからオスはまあ二例幼虫の時点で大きいもの、うん、1500ぐらい、うん、でメスは830の小さいのに、まあたくさんオスがいてくれることを、そうそう、大きくなるから、うん、で幼虫も大きくなるんで、うん、オスがねたくさんこっから生まれてくれるとね、うん、楽しみだよね。全部メスだった時は面白いですけどね動画的にはね、うん、俺は嬉しくないけどね、うん、そうなんだよ。今回は9個取れました。まあこれメスまだいるから、うん、引き続きまあ星になるまで頑張ってもらって、うん、で前も言った交雑のねハイブリッドね、交雑が台湾オートホペイの交雑種も、産卵セット今やってあるから、その辺も割り出しやっていきます。じゃあ今日はこのぐらいで。お疲れ様でした。